はい、今は空き家を、気が早い話を探してて、これがね、鳥取日南の、か、なんて読むの、これ、合同紙かな？これは、空き家バンクのものを印刷して、今そこに来てるけど、これが空き家だね。まあ、あとは写真でもあるけれども、こんな感じで、まあ、写真通りここで、まあ、あとはここ、まあ、田んぼだね。田んぼに囲まれていて、裏庭には、なんだろう、これ多分、田んぼで使ってた跡があるね。まあ、このちょっとした家庭菜園っぽいところがあり、まあ、あとは薪風呂だね。まあ、今日は弾丸っていうか、俺が日曜日とか休日を利用してきちゃってるけれども、だから中にはちょっと入れないんだよね。だから、ここら辺にはなんか消火栓もあり、なんか消防法とかもあんのかな。多分ここでなんか火を燃やすようなところもあるから、それの都合なんだろうか。どこでどういうふうに土地の権利だったりが分かれているかがよく分からないからな。まあ生活感はあるし、いいね、こういうのはね。薪とか割りて、まああとはちょっと修理も少なく水回りも綺麗じゃ、家庭菜園もありのんびりできるぞ。まあ僕の場合、これの場合にはそうだね。あんまり近くにね、田んぼがなければ意味がないから。あと、ここになんかね、道具があって。一番の問題は、中の家具なんだよね。この倒壊したものは何なのか。家具が一番問題。やっぱり大家さんの方から、じゃあこれは処分、これは処分しないっていうのをちゃんと教えてもらわないと、こっちも後でめんどくさくなるからね。でもまあ、大家さんの家具を売り払っていいんだったら、古物商をやっていた、まあ、せどりをやっていた俺の血がちょっと騒ぐけどね。それでまあ、何かしらね、資金にはなると思うしね。まあ、あとはこれ家から、あれがこの家で、家から出て、この目の前がこの田んぼの風景だね。はい。まあ、いいところなんだけれども、田んぼがあるのかどうか、それが一番のポイントかな、な感じだね。